明日の沖縄そして奄美地方では雨の降り方要注意となります。まず午前9時の予想天気図を見てみますと、大陸から伸びてきます前線が沖縄付近に停滞をするということになります。でこの前線に向かって南から湿った空気が入りまして、前線活動が大変活発となります。で雨雲の予想をご覧いただきましょう。明日の朝以降の動きですけれども、東シナ海にあります雲、これが東の方に進んできまして、奄美ですとか沖縄本島地方にかかる可能性があります。この予測モデルでいきますと、主に奄美地方そしてトカラ列島を中心にかかる予想になっているんですけれども、その南側沖縄本島でも強い雨の降る可能性があります。局地的には雷を伴って1時間に50ミリ以上の雨が降りまして、道路冠水など起きる恐れがあります。明日1日を通して雨の降り方十分ご注意ください。